こんにちは、堀ひろです。今日は、彫り物と金歯について話したいと思います。自分は古い彫り物の写真を結構集めてて、そういうちょっと研究というんですかね、勉強してます。保留の産経ですけど。で、結構その古い写真見てると、何人かこう金歯入れてる人いるんですよね。で、日本は大正から昭和初期ぐらいにかけて結構金歯が流行ってて、一つのステータスみたいな、今のおじいちゃんとかおばあちゃん世代の人たちは結構入れてる人いると思うんですけど、彫り物を入れてる人たちも当然入れてて、いくつかちょっと資料を出したいと思います。この「散歩の達人」ってあるんですけど、この本に、二代目保留のさんのお客さんで、この鳶の頭が載ってるんですけど、ちなみにこれ、水門破りですね。二代目の。で、この人の歯をちょっと今ピックアップして画像出しますけど、見る限りでももう、この口の開いた、この写真だけで、5、6本見えますね、金歯が。多分、もっとちゃんと開けたら、ね、もっと入ってるんじゃないですかね、おそらく。他には、この本、この有名な本、これにも堀尾さん系の写真がいくつか載ってあって、この人ですね、新宿堀綱さん。この人も2代目の顔匠が入ってる人ですね。この人もこのちょっとニコッと後ろ振り向いて、上の歯に二連の金歯が入ってます。これはちょっと画像はネットから落としたんですけど、ブリショーさんって方ですか。この人は堀文さんですかね。背中は堀五郎さんらしいですけど、入れ墨大会に持ってるような人で、この人も結構後ろ振り向いてニコッとして金歯入れてますね。だから、その当時、ステータスで流行ってたと思うんですけど、彫りとの相性も結構いいっすよね。アクセントとして、いいんじゃないですかね、彫りと。彫りじゃなくてもタトゥー入ってる人でも。世界共通で結構、タトゥー好きの人は、彫り師さんとかでも、外人の彫り師さんとかでも結構金歯入れてる人多いんで、アクセントとしては本当にかっこいいですよね。笑った時にこう、ニコッとした時にピカンって光る感じで。自分もそういうのを影響を受けて金歯入れてます。今自分は下の歯が結構入ってますね。こっからここまでですかね、金歯。で、前歯は、ちょっとプラスチック表面に貼ってるんですけど、これもでも金歯です。一応全部やりたいなとは思ってるんですけど、現状まだ3分の2ぐらいですかね。そのうち全部金歯にしたいなと思ってます。で、最初は結構下の歯とか、こうね、金歯、上の歯はちょっとプラスチックってあるんで、そこまで真っ金金って感じじゃないんですけど、下の歯はもう全部、そのむき出しの金で、結構やりすぎたかなと思ったんですけど、でももう1ヶ月も、もう1年もすると、正直、自分に金歯が入ってること自体忘れちゃうような感じになっちゃうんで、結構どぎついイメージあるんですけど、本人はもう全然忘れちゃってる感じですよね。忘れちゃうぐらいの、もう体の一部になっちゃうんで、だからそこまで気にしなくてもいいのかなと思ってます。またこういう彫り物の、古い彫り物の研究結果が出たら、また報告したいと思ってます。それではまた。